られるかな、俺のサーブを。オーメンだ、オーメンのシチュエーションだ。ああ、こりゃこりゃ。武田、勝負しろ。望むところだ。行くぞ。おう、どこからでも来い。今までの俺とは一味違うぜ。いないで真面目に練習をしろ。フラシリアフリ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 はぁはぁ、おしりはぁ、あキャイン、するな、うっとり。卓球の練習をしろ。ここはボクシング部じゃないぞ、伊沢。明日はどっちだ、おやっさんよ。言うだけ無駄さ、武田。分かってるよ、木下。俺たちだけでも頑張ろう。頼りになるのはお前だけだ。どうなってんだ。このままじゃ本当にこの卓球部は解散だ。解散させるべきだ。前のは変態、伊沢は明日の女王オタク、田中はむっつりスケベ、我が稲穂中学卓球部はろくでもないやつばかりだ。私が顧問をしている女子卓球部でも甚だ迷惑している。なるほど、ごもっともですな。しかし部長の武田は真面目です。それに副部長の木下は女生徒たちに人気があります。しかも昨年は地区大会で優勝を果たしております。それで、だったら今度の大会でも優勝することですな。そうすれば考え直してもいいですよ。そうだそうだ。もちろんですとも、もちろんですとも。ああ先生、お茶いかがですか。あ、競馬新聞買ってきましょうか。はい、固めのやつね。このままじゃ卓球部は、みんな急げ、田辺ミッチェル、クローが来るぞ。話せをしろ。ないないぞ、話せんがない。やあみんな元気きた。また優勝狙ってみんなで頑張ろうね。ルーンエルバ、大丈夫か。前の明かしてやるから。リルルーラン、ルルーラン、マッチョ、デベソ。さあ早く練習しようよ。あ、みんな来てるかな。あ、柴崎先生、今日の練習は体育館使えるんですよね。体育館ダメダメ、今日は女子部が使うことになってんだな。これがそんなバカな、僕たちのはずですよ。そうだったかな。ちゃんと他の体育教師と交渉してくれたんですか。交渉ちゃんとしたんか。したんか。髪型整えんのにハードスプレー2本も使うんじゃない。あれ、しばちゃんが怒った。いつも使い走りさせられてんだ、ストレスもたまるさ。かわいそかわいそ。中学2年生のくせに大人をなめんな、大人を。先生、僕たちは次の大会へ向けて本格的なトレーニングをしなくちゃならないんですよ。筋肉トレーニングなら廊下でできるだろうが。廊下で筋肉トレーニングですか。卓球は瞬発力が命である。
日頃からバネを鍛えていればどんな打球にでも反応できるんじゃ。とまあこういうわけで私は用がある。武田、あとよろしくな。お使いご苦労さん。早くしないと競馬新聞売り切れちゃうぜ。なんとま。さあ文句言ってても始まらん。まずはペアになって腹筋100回だ。100。新しい風が71、72、73、74、75、76、77。頑張ってね。うん、頑張ってんのは俺だぞ。しっかり数えろ。11、12、13、14、15、16、17。我慢だ我慢。伊沢君のためにも我慢しなくては。20。伊沢君どうしたの。まだ20回だよ。おい田中、まだ3回目だぞ。だらしねえな。100回やるまでは変わってやんねえかんな。ねえねえ、帰りどっか寄ってかない？こらあったらか。変われ変わるんだこいつ。来た田中、スタンバイしろ。ただなんだよ。マジ、行こう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 、すぐ行こう。今から。いいじゃん、取ってくれ。スパッツ。空がこんなに青いわけがない。ない。この野郎。汚ねえぞてめえら。スパッツを脱げ。パンツを見せろ。俺の選手を返せ。パンツくれ。よし、次は手押し車に二往復。燃える男の赤いトラクター。滑るな、この伊沢君、飛ばすよ。うん。今まで来たのに。ごめんよ。でも気がつかない方もおかしいよ。伊沢君のバカ。やれやれ。それにしても前のたちは。何やってんだ。武田もいい加減切れるぞ。しー、こんなチャンスめったにないんだよ。あっち行ってろ。あ、切らした。なんてことすんだよ。せっかく掴んだ幸せを。お前も中二なんだ。小学生みたいにダダこねてないでさっさと練習しろ。むかー、木の下の野郎。どれどれ。げ、生えてない。いやー、何が中二だよ。お前こそ小学生じゃねえか。悪い、殴ったことは謝る。だが子供みたいに悪ふざけしてチームワークを乱すな。子供みたいに悪ふざけ。偉そうに。そういう部長は大人なんだよ。お前文句あるか。完璧。すまん、俺が悪かった。よし。
何はともあれ、チームの絆を見事結び直した武田部長。偉いぞ武田、頑張れ武田。狭い、あまりにも狭すぎる。地区大会毎回優勝に輝く稲中女子卓球部はこのような小さな部屋で甘んじていてよいものか。顧問教師であるこの立川森生38歳 A 型男の意地にかけても我が女子卓球部を拡大してみせる。そのためにはまずあの虫けらどもの集まり男子卓球部をぶっ潰さねばならん。そして部屋を強奪してやるのだ。待ちなさい、新手の罠でヒーヒー言わしてあげるのだ。いやいや、そんな、一度知ったら忘れられない体になってしまう。そうだ。待ちなさいったら待ちなさい。それもっとか。よし、いただき。お尻出しなめへそ下の勝ち。悪いな、1500円いただき。つけはなしだよ、つけは。おお、ガッデン。おい、みんないるか。とうとう立川が動き出したぞ。立川女子卓球部の。まあ、今さら遅いわ。難民救済は先決だろう、救済が。ふざけてる場合じゃない。あいつ俺たちの部室を取り上げるつもりなんだぞ。部室を僕たちの。そんな勝手なことできるわけないよ。あの男に理屈など通らん。何せすっぽんの立川と異名を取るほどの男だからな。その通りだよ武田。立川先生。お前ら最近評判悪いぞ。ちゃんと練習をしない卓球部などいつでもぶっ潰してやる。ん？なんだこの匂いは。先生、僕たちだって僕たちなりに一生懸命練習しているんです。そうだそうだ。あ、お前たちなりにね。これがお前たちの言う練習か。女子卓球部は練習したくても場所が足りないんだ。したがって君たちにはここを出て行ってもらうことにした。ちょっと待ってください、僕たちには無関係だ。女子は女子、僕たちは僕たちです。そうよそうよ、勝手なこと言うとうちの主人が黙っちゃいないわよ。ねえお父さん。ああそうだよ。第一、君のようなペーペー教師が一つの部を廃部にする権力なんてあるのかね。あーん。お父さんったら。いやだもう。いやー貴様ら、お前らがそういう態度なら私にも考えがある。柴崎さん、お茶。あいよ。これね、新茶だからとっても美味しいのよ。柴崎さん、こっちだね。柴崎さん、肩凝っちゃったよ。あいよ。あー、これ凝ってる。柴崎さん、これコッピー。あいよ。柴崎先生、私に男子卓球部をくれますか。あいよ。パン。どうも。ん？全員集合！みんなこっち集まれ！なんだ、また君か。何度言ったらわかるんだ。娘はやらん。とっとと帰ってくれ。というわけで今日から男子の方も私が受け持つことになった。君たちの新しい部室に案内しよう。ついてきたまえ。どうなってんだ。ここだ。バックス置き場じゃないか。先生、さっきから冗談きついぜ。ちっちっち、もう相手の冗談も真っ青ね。私は冗談が嫌いでね。それじゃ陰謀だ。冗談陰茎だ。陰茎だ。タムシだ。
大実況ですよ。ただ物質が欲しいために先生がそんなことしていいんですか。何とでも言いなさい。やめたきゃ今すぐやめさせてやるぞ。先生、引っ越し片付きました。おお、そうか、ご苦労さん。相馬先輩、ごめんなさいね。武田くん、引っ越して。女子の一部が男子の部室に。なんだって。お前たちも早くここへ引っ越してくればいいね。俺たちの荷物が。いくら女子とはいえ人数が多すぎる。ファックしきれん。物質を奪われたら俺たちはとうとう女子卓球部員になってしまう。ファイトファイトファイト。キラキラ怖い。ああ、それってかわいいでしゃでしゃ。勝手な妄想はやめろ。それにしても何か意図はないのかよ。あ、え、ひそ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 。恐ろしすぎる。ファラオの呪いとは。ファラオの呪い。ジー。あ、な、な、なにこれ。いけ、ジャイアントタナメ。ファラオの掟を破るし者に天罰を与えよ。いや、そう言われても。大丈夫だ、中で立っているだけでいい。勇気を出して進め、田辺。ま、いいよ、ノリノリじゃん。ま、頼んだぞ、ジャイアント田辺。ちゃったんだろう。彼はまだ気づいていない。その殺人級の大衆に気の毒だけど外へ運び出しておこう。もんどけもんどけ、めったにないチャンスだぞ。思い出だよな、思い出だよな。父よ。な、何をしとるか。中に入れ、鍵かけるぞ。貴様ら犯罪だぞ、許さん。よし、ひとまず物質は死守したぞ。俺たちの勝利だ。田辺、お前にフェロモン勲章を授ける。どうも。よくも私の可愛い子羊たちを。この恨み晴らさねえ。なんじゃこれは。冷凍のヤリイカと不幸の手紙。誰がこんなものを。立川の嫌がらせだぜ。ま、誰だこの人。すごく緊張してるぜ。イカも置いてあるし。お、奥さんかな。今日は揚げパンだぞ。ついに諦めたか。教師がいつまでも嫌がらせなんかできるわけないからな。お詫びのつもりだぜ。よし、遠慮なくいただこう。火に洗うまど。お前は。食え食え。どうした？兵が出るぞー！兵が出るぞー！
行くぞ。チューリップピピピピピピ。お前人前で力いっぱい。どうしたんだ。まさか揚げパンに何か。思い知ったか虫キラどもめ。あんたね、漫画じゃなきゃ大社会問題だぞ。歴史に残るほどのな。うわあ。こうして男子卓球部員6名は3日ほど学校を休んだ。もちろんその間に彼らの部室は完璧に女宅色に染まっていたという。でもこのままじゃ済まさんぞ。静かに。これまでみんなには狭い部室で何かと苦労をかけてきたが、この度男子卓球部の部室を明け渡してもらうことになった。これで我が女子卓球部も少しは伸び伸びと練習できると思う。次の大会での優勝を目指してみんな頑張ってくれたまえ。はい、頑張ります。私たち頑張らなくちゃ。立川先生の期待に応えるためにも頑張りましょう。いい、それから愚かな6名の部員が増えたが気にすることなく練習に励むように。よろしくお願いします。前野です。伊沢です。そしてその他4名です。これはほんのつまらないものですが、お近づきの印にご愛用ください。ふざけやがって。貴様ら全員外回りだ。外回りってランニングですか。ゴミ拾いだよ。ゴミ拾い。本日よりお前たちを女子卓球部のゴミ拾い班に任命する。そんな無謀な話って。せいぜい頑張ってくれたまえ。私の期待に応えるためにもな。ああ、今日からゴミ拾い班かよ。お兄ちゃん、僕お腹すいた。わかったよ。ほら、して。ああ、ダメダメ。燃えないゴミはこっちだよ。ちゃんと分別しようよ。ふっ。これは。はここまで妄想するか、トスケベ。しかしこのままじゃ廃部同然だぜ。どうにかしろよ、武田。あんた部長なんだろ、部長。なんとか頼んでみるつもりなんだ。どうやって。そうだな、お歳暮とか付け届けしたりして。ウイスキーとかカスタードプリンとか。石鹸でいいわよ、石鹸で。いや待てよ、群馬のこんにゃく芋という手もある。それだ。先生、ちょっとご相談があるのですが。ん？何だね、相馬君。せっかく今日は体育館を使えるんですから、男子部員も一緒に練習した方がいいと思うんです。男子相手だとレベルの高い練習ができると思います。何を言うんだ。あんな奴らを相手になどしなくともいいんだよ。せめて武田君と木下君だけでもお願いします。なんだって。それじゃあ俺たちはどうなんだよ。俺たちは同じ卓球部員だぞ。そんなのエコひいきだ。ごめんなさい、立川先生の許可が下りたのは武田君と木下君だけなの。おー、そうかい。それにしてもお嬢ちゃんたちよ、この二人の実力知ってんのかい。腐っても男子卓球部の主将とサブだぜ。女相手の練習なんかに付き合ってられっかっての。なあ、武田。って、何用意してんだよ、お前ら。今だ。おい、落ち着けよ。そんなんじゃないって。
自分は武田隊長を見損なったでありますなあ、お前らにはプライドってもんがないのかよ。貴様どれと。話を聞いてくれよ。とにかく今日は様子を見るしかないだろ。俺だって本当は嫌だよ。やめてくれ、顔に書いてある。ほら、体育館で練習できるなんて超嬉しいって。え？結局俺たちだけ取り残されたってわけだ。やってられっかも。お待たせ。違う、こんな時にテレクラメモってんじゃねえよ。もう頭くるぜ。ちょっとあんたたち、なあ、ちゃんとゴミ拾いなさいよ。後で先生に言いつけるからね。何胸ばっかり見てんのよ。もういやらしい。武田、お前こそ。やっぱり広いところで大勢でやる方が楽しいよな。久しぶりにいい汗かいたよ。いい汗かいてますね。いや、これは武田くん、何してんの。早く私たちのコーチも知ってよ。ほら、木下くんはこっちこっち。違うんだ、誤解しないでくれ。俺は早くお前ら、ここで何をしている。ゴミ拾いをしろと言っただろうが。ほら、さっさと行くんだ、こいつら。お前ら、練習許されたのか。よかったな、待ってたんだ。勘違いするな。今から彼らはシングル、ダブルス、シングルの団体戦をする。サーブ5本ずつの10点セットゲームで彼らが勝てば物質を返す約束をした。ただし彼らが負けた時は自主的に退部を考えるそうだ。え、お前らマジかよ。勝てるわけないだろ。この調子が強いのは百も承知だろ。おい、ルールは説明した通り、先に2勝した方が勝ちとする。まず1回戦は伊沢と相馬だ。ちなみに相馬は関東ランキング現在3位だ。それでは相馬さんのサーブ権で試合開始です。レッ、伊沢、しっかりしろ。立て立て、立つんだちよ。いや、そうよ、明日はどっちだ。ダメだ、あいつポコン漫画だと思ってやがる。それでは行きますよ。来い、男子部の実力を見せてやり。あ、という間にラブテンゲームオーバー。相馬さんの勝ち。どうも。どうだ、思い知ったか。次の試合ももらったぞ。おい、2番手頼んだぞ。よし、あの2人も強敵だ。当然花戦もしているだろうしな。お待たせしました。してないみたいだ。やり、田辺くんのサーブ権で試合開始。いくよ、それ。ワンラウン、イーボイエー。しまった、奴の体臭を忘れてた。クリラン、いけ。チェンジサービス、ラブファイン。ヘイ、カモンカモン姉ちゃん。大丈夫かお前ら。危険か、くそ。あれ、
あの格好は。オーマイガー、じゃん。その紐を引っ張るあるよろし。それ。今度そんな真似をしてみろ、即刻退場だぞ。前野、あとはお前しかいない。あと一勝、全てがかかってんだ。頼むぞ前野。おお、見ろ、目が星君に。しかも口はアントニオだ。すごい、こんなに気合いの入った前野は初めてだ。それでは前野くんのサーブで試合開始です。行くぜ姉ちゃん。お、これは負けられねえんだよ。行くぜ、おみちブラブラサーブ。ああ、思い知ったか、2対1で女子卓球部の勝ちだ。女子卓球部に負けたら前野、伊沢、田中、田辺、お前たち4人どうするか、どんな約束をしたか覚えているだろうな。どうなんだおい先生、どうかタイムだけは許してやってください。スポーツは勝つことのみにあらず、参加することに意義があるんじゃないですか。うわ、スポーツはな、勝つことに意義があるんだよ。お前たちは負け犬だ。分かったらさっさと出ていくんだ。そんな横暴だ。出ていけ。ああ、ちみちみ、え、私はタイムを考えてもいいと言ったんだよ。タイムするとはっきり断言したわけではない。先生、お茶をどうぞ。うん、よし。私をおちょくるとはいい度胸だな。その首が本当に飛ぶことになるぞ。あいにくと私にはスペアはいくらでもあるんだよ。君は？ヘンリー五世です。君は？カイソーラスパチンチン。しかしてその実態は怪人30面ソラリーだ。バカボン。貴様らがその気ならそれもよかろう。お前ら一生玉拾いにこき使ってやる。俺たちが虫けら扱いされてもう一週間にもなる。どうする前の、こうなったら立川を縛り上げるか。縛る。妙な想像してんじゃねえよ。そうだ、いい考えがある。立川の弱みを握るんだ。立川の弱み？そう、人に知られたくない秘密だ。それをつかめば一生。脅迫するの？でもどうやって？決まってんだろう。おいたちから肛門のシワの数まで徹底的に調べ上げるんだよ。あぶねえやつ。おやおや、玉拾いがかりじゃないか。一体こんなところで何してるんだ。いや、あ、そうだ、ツチノコがいたんだよな。おお、こんなところにツチノコが。あ、はいです。それは大発見だな。ぜひ見せてくれ前の。多分ツチノコの子供だと思うんですが、ほら。
どうなさったんですか、立川先生。立花先生。舞野くん、どうかしたんですか。いや、それがですね、ツチノコの子供だそうです。これがツチノコの子供。なあ、ちょっと構ってやればすぐ大人になりますよ。あのね、舞野くん、少しは恥ずかしがりなさい。加えてもいいけど、噛まないでね。いい、前野くん、そういうことばっかりしているからみんなにバカにされるのよ。あ、大人になっちゃった。ほら、前野くん、立花先生の言う通りだよ。分かったら早く練習に戻ろうね。はーい。ほんとバカばっかしで苦労しますよ。大変ですね。それでは失礼します。あ、どうもどうも。はい、気をつけてね。いってらっしゃい。うぅぅ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 ぅ、恥かかせんじゃねえバカ野郎。サボってばかりやがって。さっさと玉拾いに行かんかバカどもが。なんて分かりやすい性格なんだ。俺も一つ分かったぞ。立川が立花にぞっこんだってことがな。なんだか楽しくなってきたじゃん。仲間でよかった。大丈夫かな。平気平気、部活中は誰も来ないから。立花とあったぞ。け、洗濯物の山だな。結構武将なんだ。あ、なんじゃこりゃ。よし、このデカバッグに隠れていれば安全だ。あとは君次第だよ、田中君。しっかりと着替えのシーンを撮るんだぞ。もし見つかったら、家と間違えたと言っておどけてみせるんだぞ。それではグッドラック。ラック。もうこんな時間、すっかり遅くなっちゃったな。愚痴ってると時間忘れるわね。続きはあんたんとこで飲みながらしよう。よし行こう。よっこらしょ。なにその大きな荷物は。洗濯物よ。う、重い。フォローすんじゃねえよな。頭下げりゃいってもんじゃねえだよ。なんだくよ。それそれ、その通り。あいつ、やっと来たか。おはよう、田中くん。ぐぅ、逃げられねえぞ。お前がロッカーの中で何してたのか言うまでは返さんからね。はあ、立川ってそんなにひどいの。あの人危ないって噂だもんね。それで私のエッチなビデオを撮ろうとしたの。はい。バカな奴らで。おい、おむすび山。は？は？お前だよ。そんなもんでお前らの青春が帰ってくんのかい。おーし、お安い御用だ。文字通り一肌脱いでやるよ。本番だ。おお、見事綺麗に決まっております。
これだ。お前にもたっぷり味合わせてやるぞ。あー、こえと、残念ながらここで電池が切れてしまいましたが、いかがですか、立川先生。田中の努力のこのテープ、ご家庭の大画面でご覧になっては。もちろん奥さんには黙ってますよ。ちなみに田中は、ホセみたいになっちまいました。はぁ。ノープロブレム、早速取引しましょう。で、というわけで、実は今日で男子との合同練習はおしまいです。今までの合同練習だったの？ありがとな、武田、木下。人参が僕のに、あったまいった。気持ち悪い。いや、何はともあれよかったな。本当本当。僕たちも入っていいかな。しっし、あっち行け。でもさ、あのビデオ立川先生に渡しちゃって、立花先生に悪くないかな。ああ、あれ大丈夫、俺がちゃんと処分しといたから。え、ああ、背中のその膨らみは、うん。おお、立花先生、立花先生、お尻はいいよな。いいよな。